はい、どうもこんにちは、団長です。では早速ですね、日本郵船株で30年間耐久戦の続きを、やっていきたいと思います。はい、時は1991年3月15日の下半身が出たとこから再スタートしたいと思います。じゃあまずこちらですね、環境分析としては下から紫、青、緑、赤のパンパカパンになったところですね。で、7000円の節目のところで止まった下半身というところでしょうか。ここはですね、下半身が出てますので、エントリーポイントだとは思いますが、一度ちょっと週足を見てみましょう。はい、週足ですね。下から数えて1、2、3、4、5、6、7ですね。で、上に紫青があって前の高値で止まっているというところでしょうか。はい、ちょっとここですね、意識されたポイントになってますので、怖いので一旦、エントリーせず様子見したいと思います。はい、抜ければエントリーかと思いますね。はい、行ってみましょう。月曜日、はい、陰線でした。引き続き行きましょう。火曜日、抜けませんね。はい、水曜日、やはり7000円は超えれなさそうな感じなので、一旦買い目線を控えて様子見したいと思います。木曜日、はい、逆下半身になってしまいましたね。はい、週足の観察してみましょう。陰線ですね、陽線をすべて打ち消す陰線が発生したというところかと思います。はい、日足ですね。一旦打診売りしてみたいと思います。で、次の節目が、ここですね。似たようなところにありますので、まあ、ここで帰ってしまえば、撤退。抜ければ追加というポイントかと思います。はい、行ってみましょう。月曜日。いいですね。火曜日。まだ我慢できますね。上から数えて、1、2、3、4、5、6、7ですね。8、9、ここはどうですかね、上に行ってしまいそうな気分もありますが、もう一日様子見をしてみましょう。金曜日、コマですね、かなり密になってきてしまってます。黒と緑と赤が、ほぼ同額の平均線になってきてます。もうちょっと我慢したいと思います。行きましょう。月曜日、下がってきてますね。火曜日、なかなか方向感出ないですね。水曜日、抜けてしまいました。一旦ここで抜けてしまいましたので、団長は、撤退したいと思います。はい、下半身出ましたが、やはり上げも強くなさそうなので、様子見したいと思います。行きましょう。木曜日、金曜日、コマですね。はい、週足見てみます。はい、週足ですね、上げ止まった感が、否めない状況かと思います。はい、行ってみましょう。ノーポジですね。現在月曜日、コマ、全然出来高がないですね。動こうとしてない状況かと思います。火曜日、逆下半身、一旦そうですね、ここは並んでますね、並んでますので、なかなかエントリーしづらいですが、もう一日見てみましょう。水曜日、下げましたね。一旦ここで打診売りしてみたいと思います。理由としては、この我慢していたラインを割り込んだということを、エントリーポイントとしてみたいと思います。木、まだ我慢。金、我慢ですね。そのままいきます。月曜日、火曜日、水曜日、なかなか上がろうとしないですね。木曜日、金曜日、割っちゃいましたね。ここですかね、エントリーポイント、ここだったかな。で、
ポイントで入って9超えてしまってますが、なかなか方向が出ない状況かと思います。紫、失礼しました、青を割り込んだのでこのままキープしたいと思います。ただ追加もできないですね。はい、行きましょう。月曜日、いいですね、下がりましたね。一旦追加してみます。火曜日、危ないな。水、下がりましたね、いいですね。木、よし、ここで取れました。今玉は 3-0 で持ってるつもりでやっています。逆下半身からエントリーして、緩やかですが下落していると。でここ緑割れの6000円しましたので、もう少しキープしていきたいと思います。金、陽線出たら切りたいと思います。月、終わってきました。水、木、金、ここも6000円でもう一度跳ね返ってますね。一旦ここでリグいたいと思います。逆下半身でエントリーして、追加をしてここまで持ってきたという状況かと思います。はい、また一旦区切りますね。いきましょう。水曜日、何もできません。木曜日、金曜日、方向感出ないですね。週足見てみましょう。週足ですね、上昇しましたが、青、紫、青に、阻まれて下落、下落してるんですが、6000円の壁にこちらも当たってるというところですので、下から行くと下値切り上げ、切り上げになるか、上値は、上値はこちらですね、切り下げになるかというところに、なってきてますね。株価が集中してきてますので、20日終戦、5日終戦が、密になっているポイントになってます。抜けたら大きいですね、上に上がっていくような気もしますし、まだ6000円割ってしまうとさらに下落が待っているという状況かと思います。はい、行ってみましょう。月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、方向感出ないですね。全くトレードができない状況ですが、ストライクが出てくるまで、しっかりボールを見極めたいと思います。一応ここ逆下半身ですね、売りのエントリーしてもいいようなポイントかと思います。そうですね、6000円で跳ね返らないことを祈って打診売りしてみたいと思いますね。行きましょう。月曜日、さあ次ですね、割るかどうか。火曜日、割らない。水、上がっちゃうか。木、上がっちゃいましたね。はい、ここで一旦団長は撤退したいと思います。逆下半身だと思って、この6000割れを期待したんですが、やはりここで陽線出た時点で、トレードがもう転換していると思った方が良さそうですね。はい、ここで、撤退する場面だったような気もしますが、団長は持ってしまってここでの撤退になりました。はい、続いていきましょう。金曜日、さあ6000円を底値にして上がっていくか。いきましょう。月曜日、火曜日、水曜日、お、木曜日、金曜日、なかなかねちっこいところに来てますね。移動平均線が集中してきてます。ということは必ずどちらかに触れるチャンスだということで、冷静に1日1日の株価を見極める必要があるかと思います。いきましょう。月曜日、火曜日、水曜日、また逆下半身ですね。木曜日、はい、ここで打診売りしてみたいと思います。上から数えて1,2,3,4 ですね、下がってきてくれると利益が出てくるかと思います。木、金、上がっちゃいましたね。まだ我慢します。月、火、水、木、利益で出始めましたね。金、
完全にやられました。ここは失敗しましたね。なかなか難しい場面です。はい、ここは潔く撤退した方が良さそうですね。一体撤退します。完全にこれ出来高ができてますね。週足見てみましょう。ここから上がっていくかもしれないですね。上げ目線でちょっと期待してみたい、見てみたいと思います。抜ければ実体が青と紫を抜けたところでエントリーしてみたいと思います。いきましょう。月抜けないですね。火水下げましたね。逆に難しいですね。一旦打診売りしてみたいと思います。木金また上がってきそうですね。もう一日我慢します。月を下がってきた。火怖いですね。水木金、はい、ここでエントリーして今ここまで我慢しましたので、株価はほぼ同額になっているというところですね。はい、気づけば一応上から、方向感出たのでしょうか。一旦ここ集中しましたが多少ばらついてますね。紫青緑赤逆パンパカパンの、ポイントになってます。ただ逆パンパカパンですが紫だけが、移動平均線が上を向いてますので綺麗な状況とは言えない。ただ、もう買いの目線はないようなポイントになっているかと思います。はい、行ってみましょう。6000抜けたら追加ですね。月曜日、うわ、火曜日、水曜日、帰ってきました。木金、割れましたね。おお、割れてきました。非常に難しいトレードですね。ただここ週足で見ると陰陽陰陰陰ってなってますね。陰陰陰ということは完全に売り目線はないっていうところですね。上から紫青もありますし緑赤逆パンパカパンに週足でもなってる、というところで陰陰陰が出てますので引き続き売り目線で見ててもいいかなとは思います。上から数えて 1,2,3,4,5 ですね。はい、行きましょう。月曜日、抜けましたね。完全に綺麗にだ、ここで打診売りして、追加で持ってって今ここというところですね。はい、次、陽線が出るまではこのまま引っ張っていけるかと思います。行きましょう。火曜日、わ、出ちゃいましたね。ここで一旦、手締まりしたいと思います。はい、続いていきましょう。水、トレード転換したというふうに見てもいいかもしれないですね。逆下半身逆パンパカパンでなってきてはいるんですがここで大きな下ヒゲをつけた陽線で次の日も陽線ということで一旦ここで売りが終わって買いの勢力が強まったと見てもいいかもしれません。ただいつこけてもおかしくないような状況なので、買いでのエントリーは、手控えたいと思います。はい、様子見しましょう。木金、週足見てみます。はい、週足ですね。陰陰陰の次が陽と、しかも節目が6000円とぴったし6000円ですね。ここ完全に意識されてる場所ですね。はい、割れたら再度売りで狙いたいと思います。いきましょう。まだ売り目線です。月曜日、火曜日、水曜日、お、来たかも。木、あ、来たかもですね。金、そのまま行きましょう。月、火、水、木、金、上昇してきましたね。ここは上昇に変わってここで底値を形成してこれ以上陰線で割り込んだらエントリーしようと思ったんですが逆にここが逆下半身で、ヨーヨーヨーと来てますね。紫を抜けたら完全に強いですね。ここはそうですか。金曜日下半身、そうですね、ここでエントリーしても良かったんですが
やっぱりなかなかできないですね。ここは方向感が出てないので。はい、行ってみましょう。打診買いしてみたいと思います。月。火。抜けましたね。水。木。金。そのまま行きましょう。月。火。完全にダメですね、ここで。こうなっちゃってますね。いきます。ここは打診売りですね。打診売りしてみたいと思います。水木金。はい、週足見てみましょう。かなり密になってますね。なかなかトレードができないポイントです。月、よかったですね。ここで打診売りして一気に抜けました。か、おー、ここは取れましたが、陽線で大きな上髭つけましたので一旦怖いので、手締まいしたいと思います。はい、じゃあ次の日行ってみましょう。水、そうですね、やはりここトレンド完全に終わってるような感じですね。ここで打診買いしてみたいんですが、逆、下半身になってませんので、断腸はしないでおこうと思います。ただ上手な方で、エントリーが早くできる方はここエントリーポイントかもしれません。水曜日、木曜日、金、まだ下がっていくところですね。週足見てみましょう。やっぱり割れ込んだので、これはそうですね、エントリーしてもいいような気がします。週足で見ると絶好なエントリーポイントになっているような雰囲気を醸し出しますね。5000円近辺までは下がっちゃっててもおかしくないというところではないでしょうか。はい、打診売りしてみたいと思います。月曜日、おー、焦りますね。打診売りした途端に一気に落ちました。はい、行きましょう。ちょっと興奮しますね、ここは。火曜日、おー、これは戻ってくるかもしれません。上から数えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、16コマ、16コマなので、一旦切ってもいいかなと思います。はい、9か17ですね。で、19の時は8陽線で切る形になってますので、まあ、16の時も16陽線とかが出たら切ってもいいんでしょうか。あまり聞かないですが、この状況は完全に一旦売り終わってるような気がしますので、ここで、リグっておきたいと思います。はい、リグいます。下がったら、仕方ないですね。はい、行きましょう。水、上がってきますね。木、上がっちゃいましたね。やっぱり良かったですね。ここ大底でしたね。ほぼの底でしっかりリグエたというところです。木曜日、金曜日、また下がってきますね。はい、週足見てみましょう。来ましたね。ドドドッとやはり下がって、5000円届かずコマが出たというふうに解釈してもいいような気がします。もう一度ここから上げ目線で見ていけるかもしれませんね。はい、日足に戻ってみましょう。そうですね、ここはすぐエントリーできるかということではないですが、一旦買い目線に、直してもいいようなポイントかとも思いますし、ただまだ引き続き逆パンパカパン中ですので、あまり容易な買いエントリーは控えた方がいいかとは思います。